はい、今日も始まりましたコンタクトレクチャー、講師はパフォーマーカサンです。今日やるテクニックはですね、コンタクトタッティングパート2です。まずですね、前回のおさらい、スパゲッティロールからのタットをやってみましょう。例えばこういうタットの形になってます。手と手を合わせて、こういうことですね。スパゲッティロールのタットやったと思います。まあいろいろね、こう技術的なやつもやったと思うんですけども、今回はですね、明確にちょっとロールからのキングタットの、部分を説明したいと思います。どういうことかっていうと、まあ本質的に本能的にやってる人もいると思うんですけども、ロールした後ですね、こう意識的にここの、アングルを出すというか、キングタットの形を、そして戻しながらキングタットの形に戻す、はい、これ左右ですね。こっち行ったらキングタットの形にして戻すときにこうする。でこの時にはですね、3本の指でクレードルする方が、このタットのクレードルは3本の方がやりやすいですね。2本で行くように、タットからの3本で、こういうのがちゃんとできれば、受け渡して、またキングタットで、先ほど教えたスパゲッティロール。もちろん、こう、前を教えてですね、ボックスのパターンもいいでしょうし、発展性があります。なので、ぜひですね、まず一つ、この、ロールした後にこの手ですね。この手をまずしっかり持つ。そして終わった後も、タットのこの形を出してクレードルする。これを覚えてください。で、じゃあなぜこれを覚えるといいのかっていうのがですね、何パターンかしたいと思います。例えば、もうすでに行くと仮定して、こういうふうにですね、今ちょっと失敗しました。こういうふうにですね、もうすでにこっちの方で形を作っておく。受け取って、キングタット、そしてまた次のコンタクトの要素に入って、またキングタットにのボックスに戻ると、そういうことができます。はい。もしくはですね、例えばこの形を一回見せてから、例えばこう、自分のこのやってない方のですね、こっちの手を逆に後から持ってきて、こういう感じですね。後の方の手の方でキングタットを表現することもできます。はい。なのでですね、一応そのロールをする際に、この形。はい。で、この終わった後も、こう。で、例えばですね、これ、なぜこうしてるかっていうと、この後、受け渡しを映るかな。こういう、映らないですね。今度、こういう形のアングルに持ってくるわけです。ここがこう、90度になるように。これができると、例えば、こういう、ショーボックスっていうのができるようになるんですね。ショーボックス。受け渡して、受け渡さなくてもいい。受け渡してショーボックス。受け渡してショーボックス。じゃあ、ですね。こういうこともできるんですね。そしてまたスパゲッティロールに持っていったりとかですね。いろんなパターン可能でございます。なので、この、まず普通にですね、クリスタルを持って、ここでまずちっちゃいボックスができてるんです。で、ここもできてる。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 みたいなですね。こういう流れもできるであります。なので、まとめます。今日はですね、基本的には、まあ、こういうバタフライをしていても、はい。もうここから入りますね。こっからでも入れます。こう持ってきて、
まあこういう感じですね。スパゲッティ色を駆使する形もできます。要はバタフライからのキングタット。持ってもいいです。そしてショーボックスに持っていくパターン。ショーボックスに持っていくパターン。そうですね。それと、先ほど言ったロール。ロールからのつながりで、キングタットに行くパターン。もしくは、もう先にこういう形を、例えば出してるんですけども、あえてロールで、こういう形に持っていって、ここでボックスを作って、ここでまた入れ替えてですね、やるパターンもあるでしょう。なので、今日、ちょっとですね、ただの普通にロールするだけじゃなくて、角度を出す。ただバタフライをするだけじゃなくて、角度を出して、ここでまた何かを考えていく。そうですね。で、まあ、いつもよく言ってるようにですね、やっぱり、コンタクトジャグリングのいいところもちゃんとこう見せながら、フィンガー、なんだろう、行ったりとかタットするのが大事なので、行き来するように、そして音楽をよく聴いて練習してみてください。ということで、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。今日はコンタクトタッティング編パート2でした。パフォーマーカさんでした。